コンビニで思い出したんですけど、先週僕の弟がナチュラルにコンビニで塩むすび買って食ってるの見ました。300万円をかけた怖い話の大会、会場チケット応募受付中。当日は会場限定グッズもあるぞ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。身内におったっていう衝撃ですよね。ちょっとわからない方のために誰か解説しといてください。お願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM です。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近ですね、異常に儲かっていたとあるファミリーマートの店主とその妻が夫婦で逮捕されたと話題になっておりました。きっとこれは完全犯罪しようと目論んでいたのではないでしょうか。この事件紹介してください。また他にもコンビニ店員が起こした事件などあればそちらもお願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。ただコンビニとは相性悪いからな。まあそうなんですよ。いろいろありましたけどもね。この事件ですね、報道されてましたけど、最近とある店舗で桁違いの売り上げが上がっていたということで、なんか怪しいぞと話題になったんですよ。これ概要としてはですね、今年の1月、東京都北区のファミリーマート浮間一丁目店、この店を経営していた木原という男60歳とその妻で店員の女59歳が、日本在住の中国籍の男ら2人と共謀してタバコを不正に購入していたとして、電子計算機使用詐欺と組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されています。彼らは去年7月、計170回にわたって他人名義のクレジットカード情報が登録された電子決済サービスを利用して、加熱式タバコなんと5000箱、販売価格でいうと280万円相当を不正に購入したという疑いがあります。このうち2300箱ぐらい、半分ぐらいはですね、中国籍の男1人が買ってたんですけど、これなんでわかったかっていうと、これまだ完全には解明されてないんですけど、そもそもですね、一般的なこういうコンビニの売り上げって1日で50万から70万、1ヶ月間で1500万円から2000万円とされています。これすごいよね。でもこんな売り上げるんですね。どうやらこの店では加熱式タバコの売り上げがですよ、1日で1100万円を超える時があったんですよ。いや、おかしいやろこれ。1日やぞ。この売り上げがね、ちょっとおかしいネタになったんですよ。平日の20日分が1日、しかも電子タバコだけっていうね。じゃあどれで買ってたかっていうと、このクレジットカードなんですけど、中身が熊本県の女性のものだったんですよ。この方は完全に被害者でして、背景としてはですね、まだ確定ではないんですけど、場所からしても距離からしてもですね、フィッシング詐欺の被害に遭って個人情報抜かれたんじゃないかと思われています。このフィッシング詐欺に関しては前回この動画でも解説してるんですけど、 SNS、 そしてメール、ショートメッセージに偽サイトの URL が添付されて送られてくるんですよ。でそのリンクを押したら、その送られてきてる業者とそっくりのページが出てきて、ログイン ID、 パスワード入力っていう画面が出てくるんですけど、これ違うとこなんで入力すると情報全部抜き取られるってやつですね。近年では Amazon、 楽天市場とか有名な通信販売会社、また公的機関とかも名乗ってあらゆる手で送ってきます。これね、来たことある方多いと思いますね。結構騙される人が多くて、去年の上半期だけで被害件数が2300件で過去最多です。被害額が30億円です。これね、ほんとページもそっくりなんですよ。最初騙されそうになりますもんね。ショートメッセージで来ることってあんまないんで、不要に開かないようにしてください。開くだけだったら大丈夫なやつもあるそうですけどね、開かないのが一番です。じゃあちょっと話を戻して、このコンビニ事情なんですけど、このお金に関する刑事事件に関しては、被害額としてはお客さんが行うもの、例えば万引きとかコンビニ強盗とか、これで発覚した損失よりも店側がやる内引きですよね。不正な機密情報が利用されたりとか、商品とか売上の横領行為ですよね、内部不正、こっちの方の損失の方が大きいっていうね、すっとんきょの話なんですよ。例えばさっきのカード以外でも、そのままお客さんが支払ったお金をポッケに入れてトイレに行っちゃって猫ばばしたりとか、あとはお釣りが出ないようにぴったりと出すお客さんやと、お金すぐ出して、あ、レシート大丈夫ですって言ったりするじゃないですか。その受け取ったお金をもうレジに通さずに懐に入れたりとか、普通にやっちゃう人が多いみたいで、真面目な人がほとんどでしょうけど、こういった不正を見抜くために、じゃあ何をしてるかっていうと、店側は棚卸しつって、通常だと3ヶ月に1回本部の外注スタッフによって実際の在庫と帳簿上の在庫に誤差がないか、そういった確認を実施してるんですけど、これは確実ではないんですけど、この時3万から5万円以上の損失が出ると、従業員が不正してるんじゃないかと、そういった不正行為が行われるとされています。結構金額高めじゃないですか。3ヶ月とかに1回なんでね、比較的ですね、安い商品が多いコンビニなんで、客側が3万円から5万円分も万引きするのはあんまり考えにくいだろうと、そのぐらいの金額みたいですね。緩い気もしますけど、これだけ数百店舗あったら仕方がないとこもあるのかもしれないですね。ただこれ発覚したら、じゃあ首でだけでは済まされないことの方がほとんどです。これも後に解説します。その他にも直近でコンビニ店員が起こした事件で言うと、まず256万円相当を盗んだ疑いで男が逮捕されたもので、これ今年ですよね、1月、宮城県仙台市のコンビニで30代アルバイトの男がプリペイドカード、現金、充電器とか計51点およそ256万円相当を盗んだ疑いで逮捕されたんですけど、この人何やってんのって話なんですけど、当時これ店の中誰もいなくて、入店した買い物客が本当に店員いないってなって、これ誰もいないんですけど店大丈夫ですかつって110番したんですよ。で警察が駆けつけて、店員どこ行ったんだろうつって防犯カメラの映像を確認したら、この男が商品を盗んで外に出てたんですよ。めっちゃ堂々とやってたんですよね。で逮捕された男の供述、ちょっと思い出せないですねって、これ否認してます。全然証拠あるんで大丈夫です。もう次、大金をそのまま行った、もうそれはさすがにバレるやろって話なんですけど、今年の1月、
2月、鹿児島県のコンビニで51歳のアルバイト男性が、アルバイト多いですね、勤務時間中に現金100万盗んだんですよ。で逮捕されました。店の関係者から普通に金なくなったっつって通報があって、この男は容疑を認めています。こういう事件結構起きてて、あと去年逆に客をぶん殴ったとんでもないやつがいますね。ウソクレーマーとか今ね話題ですけど、ついにブチ切れた店員として話題になってたんですけど、これが去年の7月ですね、兵庫県尼崎市のコンビニで22歳の店員の男が73歳の客の男性の顔を殴って暴行を加えたっつって現行犯逮捕されたもので、当時この男レジ打ちをしていたんですよね。被害男性なんですけど、缶ビール買おうとした時にお会計と一緒にレシートをこう添えて渡そうとして、あ、レシートいらないと言われたんですけど、それ言われたけどそのまま渡しちゃったんですよ。そしたらそのレシートを客が投げたんですよね。これが火種になってコールに発展したんですけど、言い合いになった挙句店員がブチ切れてボコボコにしたってものなんですけど、いらないですって言われて俺もいらねえよってイラッとして渡しちゃったのかもしれないですけど、店員が悪いなという声がある一方で、実際店員に渡す意味がないと、捨てるところもあるんだから自分で捨てるよと、それお前投げたりしたら喧嘩売ってるだろうと、客側も悪いだろうという意見もあります。このコンビニでの客 VS 店員みたいな喧嘩たまにあるんですけど、大体客がドキュンだったりするんですけど、たまにとんでもない店員さんいますよね。これはどっちも悪いとかあったのかなと思いますね。じゃあ実際レジの金盗んだらどんな罪になるのか、もうこれ当たり前なんですけど窃盗罪ですね。でこれ窃盗失敗した場合でも一応罰せられまして、減刑される場合もあるんですけど、それでも15日以上5年以下の懲役、5000円以上25万円以下の罰金になります。この振り幅えぐないね。あとは業務上の横領罪ですね。高額になると執行猶予つかずに実刑になる可能性高いです。意外と横領って重たいんですよね。その他にもこれは外部の犯人による犯行なんですけど、中には被害者である店の経営者が犯人に損害賠償を請求するために民事訴訟も起こしたっていう事例もあります。いずれにしてもケースバイケースなんですけど、仮に初犯だったとしてもどちらも実刑になる可能性がある重たいものではあります。結構店側がその気になればいくらでもできるよっていうのは、スシローペロペロ事件とか昨今のバカったバイトテロでも露呈はしてるんですけど、他にも売上金抜き取りとか着服以外にもですね、料理とか食材を勝手に食べたりとか持ち帰ってもダメです。それは仮にですね廃棄されるものがあっても店に所有権があるんで、店側が本気出したら犯罪で該当する可能性があります。もちろんね許可した場合は大丈夫なんですけど、今なんか口の中にクリーム入れたやついましたよね。あれどこのお店でしたっけ。あれも多分偉いことになりますね。実際に働いてる方は注意してください。あとねこれ実際に過去あったんですけど、仕入れ業者との癒着っていうのがあって、これ従業員が仕入れ業者と手を組んでわざと水増し請求するんですよ。ちょっと100円高くしたりとかで、その浮いたお金を両者で分けましょうねっていうもので、これ悪質です。気づけないですよね。あと似たものでいくと、客と共謀するってやつで、これはクレームトラブルとか処理費用を実際にはそのやり取りがないんですけど架空計上して着服するっていうもので、言わずもがなダメですね。やっぱ一番バックレは多いですよね。飲食業界ではよくありますよね。1日だけ来ていなくなる、これ僕も経験しましたね。ただまあ窃盗とか強盗もそうなんですけど、金額によってね結構変わるんですよ。横領でもそうなんですけど、経営者側でいくと少額だったりすると警察が介入しない民事事件として扱われることもあったりするんですね。なので一回雇う前にギャンブル癖がないかとか、お金に困ってないかとか、スタッフの日頃の言動に耳を傾けるというのが大事になってくるんですね。で今その改ざんできないものとして、ポスレジとかキャッシュレス決済の導入とか、あと防犯カメラの設置っていうのも効果的になっています。なんか店から金減ってんなと思う方はですね、お札の番号を写真撮っておくっていうのもいいかもしれないですね。怪しい街頭の社員が出勤するときにレジに入ってるお札の番号を全部写真撮っておくっていうのもいいですね。撮ってないです、もともと入ってましたっつっても番号で分かっちゃうんでね。僕も結構考えますよ。信用してるから、もし横領とかされたらどうしようって。僕は右耳と左耳逆にしますね。その後持ってる靴は全部左に変えて、でもう勘弁してくださいよっつって反省したタイミングで共に手を取り合って人生歩んでいくかな。以上、変なやつでした。はい、と今日はですね、最近話題になった1000万円売り上げが上がっていたコンビニの事件、コンビニ店員が起こした事件について紹介したんですけど、経営者側がこんな堂々とコンビニで大きい犯罪を犯したってあんまり聞かないんですよね。もしかしたらまだ出てきてないだけかもしれませんね。また同じような事件あれば取り上げていきたいと思います。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。